どうも、けいチャンネルでございます。今日はですね、こんなで、じゃん。こんな感じでですね、ケイタズブックという、私が個人的に自分で作っている本があります。で、その本のね、紹介させていただきたいと思っております。で、なんでこんなことをするかっていうと、例のですね、モノクロ2。四ツ谷のね、ペンタックスクラブハウスさんで開催しております、佐々木啓作品展、モノクロ2がですね、まだやっております。で、写真入れ替えて、今週からね、写真入れ替えて、セピアの写真もね、見ていただけるようになりました。で、その会場に、この本も一緒に置いてあるんです。ですから、まあ、この本自体は、昔のだったり、これが一番古いやつですね。これが一番古いやつで、これなんかは、KP 使ってたり K1 使ってたりする頃の時代のやつなので、ちょっと今回のね K3 マーク3モノクロームとはちょっと違うんですけど、まあ、いきなりこんな感じで、なんですかモノクロの東京駅から始まって、題はですね街夜森時々旅なんていう感じでね、まあ、いろいろこう CP プラスの時に合わせて作ってた本になりますから、まあ、そこで見ていただく写真を撮りに行くために、まあ、旅をしてたりとかいろいろしたのを、まあ、一冊にまとめて、まあ、こんな感じでねこんな感じ見えるかな見えるかな雪のシーンがねあったりするんです。これ何年だったかな、作ったのはこれ2018年の冬にはなんとね東京でもこんな風に雪が降ってたりしたわけですね。はい、そんな感じでございます。まあそんなのが入ってたりとか、まあちょっとこういうね、こういうちょっとコントラストの強い感じの写真ね、コントラストの強い感じの写真がこういう感じで入っていたりとか、いろんな写真がね、入ってます。で、こんな感じの夜ね。夜の写真も入っていたりとか、この時の旅はね、実はね、そんな遠くに、あ、夜もあるね、夜もあったね。夜もこんな感じ。夜の写真も入ってます。さっきのもね、まあ夜ではありました。はい。そんな感じで、まあこの時の旅は実は遠くには行かなくて、このね、じゃん、江ノ島の方に行ってたりします。まあそんな感じで、いろんなところにね、行った写真書いてあって、まあ最後にちょこっとだけね、少しだけ、まあその行った場所それぞれのね、コメントあったりしますので、ぜひ会場でねこれ見ていただけるといいかなと思っております。でその第2弾がこのフォトトラベル2っていう、まあ写真を撮りながら旅をしましょうねみたいな、でこれもう見本って書いてあるんですけど、これはもうね在庫限り、あの会場に置いてあるだけになりますから、早めにご購入いただければと思っております。はい。でこんな感じ、これもまた最初東京駅だったりするのね、東京駅で僕の本はですね基本的に見開きをね表紙に使ったりとかねしていたりします。で今開いたらねこの時も雪ね、はい、これはねこの時はね北海道に実は行ったんですね。北海道に行ってですね、雪の風景を撮ってきたりとかっていうのをしてたりします。はい。これは函館の方かな、函館の方に行ったのかな、函館の方に行った感じですから、まあこれもういきなり最初からね旅の感じをずっとね出していってる方になるんですけど、まあ見ていただきながら、あ、こんなところ旅したら面白いかなとかって、まあ、次はね沖縄でしょうっていうので沖縄にも行っています。沖縄でも行ってますね。はい。そんな感じでこれ見ながらねいろんなところをね旅した気分になっていただけると、こんな感じ、こんな風な感じで、結構この時はね、まあ、フォトトラベルっていう2っていう風になってるんですけど、フォトトラベルって言ったぐらいですから、いろいろね、旅行をいっぱいさしてとかね自分でねして行ってきましたね。こんな感じ、グスクがゴーンってね出てきたりしますね。こちらもぜひね会場で見ていただけたらと思います。で、まあ、最新刊というかね、最新でもないんですね、これ実はこれ作ったのが2020年の CP プラスに向けて作って、でなんと2020年というのは CP プラスがコロナで急に中止になった、リアルがね中止になったっていう回でもあったんですね。ですからこれ CP プラスの会場で、ね、売ってたりしたので、割にこの2冊目のねこちらは在庫少なくなってたりするんですけど、こちらは CP プラスもなかったりするので、意外と在庫ねまだあったりはします。はい。これもでもそんなにないね、少ないね、はい、だったりします。はい。でこれはまあ森にね行ったりで、タイトルとしては森と町と島の物語なんていう風にしてますけど、こういう感じでね綺麗な紅葉、綺麗っていうかね、まあこれぐらいですね、今の紅葉ってね、これぐらいで綺麗なんじゃないかなっていう感じ撮っていたりとか、こういうちょっとね、まあベタですけど横浜の街に改めて行ってみたりとか、これ実は表紙も、横浜で撮ってます。
この表紙もね、横浜で、これどこでしょうね、横浜のって、こんな鯉がいるところって、まあ分かる人にはすぐ分かっちゃうと思うんですね。横浜ってやっぱりいい街ですね。とってもフォトジェニックでな街で、僕すごく写真撮りに行くの好きなんですよね。好きで、いつも新しいね、発見があったりする。で、まあこんな風にバラを撮った。この日ちょっとね、雨混じり、雨降った後だったりするんで、バラも綺麗だし、この石畳の感じもね、すごく綺麗だったりします。はい。そんな感じで、島っていうのはね、実はこんな感じ。この頃というか、最近ちょっとコロナで行けなくなったんですが、瀬戸内の島を巡るっていうのがね、マイブームでちょっとずっと続けてたんですね。続けてたので、まあそれにかけて、ちょっと瀬戸内の島をこう、ね、こうやってのんびりした中をね、写真撮らせていただきながら行ったという感じですね。あ、そういえばこのメガネも、この取材の時に、おろしたてだったんだな。おろしたてで、ちょっと島で、何お前メガネ、サングラスかけて店の中入ってくんじゃないって怒られたりしたの、した。そんな記憶がね、あって。で、こういうふうに本とかにまとめてると、自分で見返した時なんかも、あ、で、まあ、で、買ってみていただく方は、あ、ここ、ああ、いいな、こういうところ行ってみたいなっていう感じでまた見ていただけるとね、いいと思うんですけど、自分のやつもね、ぜひこういうふうに本にね、まとめてみていて、いろんなところに行った写真とかまとめていただけると、後で見たときに、ああ、ここ行ったな、また行きたいな、ああ、ここ、こんなとき、さっきのサングラスじゃないです。そんな思い出ね、出てきたりすると思うので、ぜひね、本作っていただくのも楽しいと思うんですけど、まあ、その前にまず見本として、この本、これね、厚本と言ってます。厚本って言っていて、ページ数、中のページ数は88ページになります。88ページで、お値段は税込み2200円というふうになっております。これはもうほぼほぼないんですけど、ないんですけど、ギリギリ1冊か2冊はあるかもしれない。はい。あとのやつはまだもうちょっとね、在庫。特にこれなんかはね、最初に作ったやつなんで、結構ね、いっぱい残ってたりしますけど、私にメッセージいただければ、国内限定、日本国内限定ですけど、販売も郵送でね、お送りさせていただいたりもしておりますので、ぜひね、まずは、四ツ谷のペンタックスクラブハウスさんの方に行っていただいてですね、この本をね、見ていただけるといいかな。そんな風にね、思っております。じゃあ今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いいたします。ではまた皆様とお会いいたしましょう。